で、月刊ムーンの帽子を相変わらずかぶってます。はい。それと、僕ね、実はですね、一つここで発表がありまして、はい。僕はね、実は、地球人ではないんですよね。これね、今まであんまり言っちゃいけないことだったんですけども、一応まあ、確認したところね、もういいと言ってもいいということになったんで言いますけど、僕実は地球人ではありません。宇宙人なんです。はい。宇宙人なんですよ、実はね。純粋な地球人ではないんです。はい。どういうことかと言いますと、僕はね、まあ、純粋な地球人ではないっていう感じなんで、まあ、ハイブリッドですね。地球人と宇宙人のハイブリッド生物という形になります。はい。金星人ですね。金星。はい。あれですよね。金星と星があるじゃないですかね。はい。あれの、金星人なんですよ。はい。これは、まあ、今まではね、まあ、言えなかったんですけど、いろんな事情があって、はい。まあ、話してもいいっていうことになったんで、ここでちょっと話させてもらいたいと思うんですけども。はい。まあ、僕はかなり変わった人間なんですけども、変わった人だなと思った人は多いかと思うんですけども。まあ、それはもちろんね、障害ね、発達障害というか、っていうのもあると思うんですけども、はい。まあ、ちょっと宇宙人っていうのもあって、そこも含まれてるかと思います。宇宙人というか、まあ、金星人ということで、はい。でね、金星人と地球人ってどう違うかっていうことなんですけども、ほとんど同じなんですよ、実は。はい。はい。いや、もともと、地球人のベースっていうのは金星人から来てますんで。はい。だから、今、我々人間、今ね、地球人いっぱいいますけどね、ほとんど中に金星人の人もいっぱいいるんですよ、実はね。なので、僕はね、まあ、地球人と金星人のハイブリッドという感じで生まれました。はい。なので、まあ、皆さん、僕の動画見てくださってる視聴者の方の中にも、おそらくいらっしゃるんじゃないかなとは思います。はい。地球人と宇宙人のハイブリッド、もしくは純粋な金星人の方、いるかもしれないと思います。はい。おそらく本人はそれ分かってて、事情があって言えないから言ってない方もいるでしょうし、はい。まあ今まではなかなかそれ言えなかったんですけどもね。で、まあ金星とはどういう星かっていうことはちょっとそれはさすがに言えないですね。それは言っちゃいけないので、はい。金星のことは言えないですけども、はい。一応、金星人であるということだけは言ってもいいということになりましたんで、それは言ってます。はい。言わせてもらってますけど。で、もちろん僕の仲間とか友達とかもいっぱいいるんですけども、金星人のね、同じ金星人の友達いっぱいいたりするんですけども、はい。で、まあ、そうですね。まあ、まるでなんか、ドラゴンボールのね、サイヤ人みたいなね、純粋サイヤ人とか、なんか、ね、サイヤ人の根血とか、みたいな感じにちょっとに近い感じはあるんですけども、僕はまあ一応、純粋な金星人といえば、地球人と金星人のハイブリッドっていう、根血ってことですね。はい。っていう感じになりますんで、ちょっとここでしょうね。結構衝撃発言ということになると思いますけど、はい。まあ、一応僕は、そういうね、環境で生まれてきた人間だということをお知らせしていきたいと思います。はい。まあ、それは、まあね、そうですね。
まあ、信じるか信じないかっていうのは皆さん次第ということにさせていただきたいと思います。はい。まあ、特にね、金星人だから能力が長けてるとか、こういうなんか能力があるとか、はい。まあ、そういうことも特にはそんなに地球人とはそんなに変わりないんですけどもね。はい。まあ、ちょっとね、能力という部分では、まあ、金星人独特の能力っていうのはあるのはあるんですけど、それを見せるのはできないんですよ。はい。それは見せちゃいけないんですね。皆さんの前で、地球人の前で、それを見せるちゃいけないと。金星人同士で見せるのはいいんですけども、地球人に対して見せるのはまずいということなんで、お見せできないとこあるんですけども、一応まあ特殊能力はあるのはありますね。言えないですし、見せられないですけど、あるのはあります。はい。だから、お見せできないですけどね。はい。どういう能力かということは話しちゃいけないし、もちろんそれを見せてもいけないと。それ見せちゃったら、一応違反ということになって、金星の法律としては罰せられてしまうんで、それはできないですけども、まあ、一応そういうことではあります。はい。一応隠さないといけないことはあるのはいっぱいあるんですけど、はい。一応金星人であるということを話すだけなら大丈夫ということになりましたんで、一応話させてもらいました。はい。よろしくお願いします。だから皆さんの前では、地球人としてのシロックマンもしくは白本真一でしかお見せできないということになります。だから、金星人としてのシロックマン白本真一は、一応、正体だけは、皆さんにね、報告しますが、そういう生活感だけは言っちゃいけないので、それは言えませんけど、はい。っていうことになりますね。まあ、生活感というか、どういう生活してるかということとか、あと能力的なこととか、あと、金星に関するその環境、どういう惑星かということとか、そういうことは話できませんのでね、はい。地球人としての白本真一もしくはシロックマンとしての情報しか皆さんの前では見せていけないですけども、一応白本真一、シロックマンは金星人のハイブリッド、金星人の血を引いてるということで、はい、もちろんうちの母親もそうですし、うちの父親もそうですね、はい、だからまあ言うたらうちの父親と母親は純粋な金星人ということになります、はい、で僕はそれの生まれた、そこから生まれた地球人というか、まあ、ハイブリッドということになりますね、はい、あ、そうかそうか、うちのね父親は今ね一緒に住んでる父親っていうのは育ての父親ですので、はい、うちの育ての父親はまあ、一緒に住んでるだけなんですけども、まあ、離婚したうちの本当の父親の方がですね、一応ね、ですね、うちの本当の父親が地球人ですね。で、母親が金星人です。で、今一緒に住んでる父親は地球人ですね。はい。っていうことなんで、だから、まあ、うちの本当の父親がですね、金星人、地球人なんで、で、母親が金星人なので、だから一応、混血になるんですよね。はい、僕は。地球人と、金星人の混血ということになります。うちの本当の父親は大阪にいるんですけども、18歳の頃には会ってないですけど、その人は地球人です。はい。で、うちの母親が金星人なので、はい。まあ、そういうことですね。はい、ちょっとまあややこしいんですけどね、混血って話になってくると、そういうね、ちょっとややこしくなってきますけども、はい。まあ、そういうことになりますね。はい。まあ、結構な爆弾発言。これね、ちょうどチャンネル登録者2500人いった記念の顔出しの感謝の挨拶の動画として、ちょうどいいネタになるなと思って、で、まあ、話してもいいっていうね、金星人、実は僕は金星人なのだというね、こと話してもいいということにもなってきましたので、
ちょうどいい機会だなと思って今回話させていただくことにしました。はい、かなり衝撃的な、ね、内容だと思いますけども、はい、まあ今まで通り普通に地球人としてのシュロックマンとして全然ね、思っていただいて、まあ、そういうふうに見ていただければいいと思うんですけども、はい、金星人としての僕はね、皆さんの前では出せませんのでね、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、そんな感じです。はい、まあ、30分ぐらいもう話してますね。うん、早いことに。はい、まあ、そんな感じですかね、とりあえずね。まあ、本当はね、今回の2500人、チャンネル登録者2500人記念で中華ゲーム機のランキングを発表するのもいいかなと思ったんですけども、ちょっとね、今ね、ランキングまだね、できてないんで、はい。まあ、ちょっとまあ、やっぱりあれですね、6周年の顔出しの動画の時にやった方がいいのかなとは思うんですけども、はい。まあ、顔出しじゃなくてもいいんですけどね、普通に、顔出しじゃなく中華、まあ、6周年記念の中華ゲーム機の、僕の YouTuber で6周年記念の中華ゲーム機のランキング動画ということで、まあ、もちろん作成してもいいんですけど、顔出しじゃなくて、顔出しだと難しいんですよね。こうゲーム機をね、こう見せるのが難しいんですよ。こういう感じでこうやって見せなきゃいけないんで、はい、でこれでこうやって開けてね、こうやって説明するというのはちょっと難しいので、やっぱいつものように実況で顔を見せない実況でね、中華ゲーム機紹介する動画の方がやりやすいとは思いますね。一応それもちょっと考えてありますけども、はい。はい、まあそんな感じですかね。とりあえずそんなところにしておきましょうか、今回の顔出しの動画はね。はい、まあ、久しぶりに顔出しの動画を撮らせていただきましたが、はい、また今後とも僕の YouTube チャンネルよろしくお願いします。はい、まあそうですね、末永くよろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じしましょうか。はい、こんなもんにしておきます。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。